いつの頃からだったろう。私たち兄弟がありえないものを見るようになったのは。兄にはとても優しい人でした。人には見えないものを見る私が心を開けるのは兄だけでした。母が死んでからは私のたった一人の家族。これが氷室邸。人の行方を追っていました。有名なこの地方に伝わる禁じられた儀式、高峰先生はそれを調べていたようだ。先生たちはここにいるのだろうか。かなり荒れ上げている
りここに来ていたのか。これで霊が封印できた。